水草,水草。水草、水草、水草とは、高等植物でありながら、二次的に水中生活をするようになったものを指す総称である。主に淡水性のものを指し、皮脂植物、シダ植物に含まれるものがある。時に、苔植物や、形態的な類似性から、蛇軸草類を含んでそう呼ぶ場合もある。庭園の池や潜水での栽培や、 熱帯魚飼育などとの関係でアクアリウムなど干渉用に広く使われる。高等植物は本来は陸上生活に適応して進化したものなので水中で生活する植物はそれほど多くない。この点では苔植物も同様である。水中生活をするものの中でも大抵は淡水産のもので海産のものはさらに少ない。海産のものは特に海藻。 海藻、海藻ではないと呼ばれる。水中生活といっても、完全に水中だけで生活するものは多くない。根元が水中に浸っているだけのものを湿地植物、または湿生植物、根が完全に水面下にあり、茎や葉が水中から水面上に伸びるものを、中水生植物、中水植物、葉が水面に浮かんで、その表面が空気に触れているものを、 不要性植物、または、浮遊植物という。植物体が、完全に水中にあるものを沈水性植物といい、狭い意味ではこれを水草という場合もある。しかし、沈水性植物であっても、花は、空気中で咲かせるものが多い。また、条件次第で、空気中に葉を出すものもある。水中では、水不足とは、ほとんど無縁でいられるので、 乾燥への対応を迫られることの多い陸上に比べ、その点では楽である。また、浮力があるので体を支える必要もないため、水草の体は軟弱であるものが多い。また、乾燥した陸上に比べて、急激な温度変化が少ない。他方、酸素と二酸化炭素の供給には恵まれない。特に、異関多場植物では、非動化組織が多く、酸素を供給してやらなければならない。 そのため、茎の中は空気が通れるようになっているものも多い。レンコンの穴はその例である。種類によっては、呼吸根といって根の一部が地下から上に伸び、水中や水面に顔を出す。また、水は光をよく吸収するので、水中は陸上に比べ、はるかに光合成量が稼げない。従って、多くの水中植物はできるだけ水面に顔を。 出すような適応をしている。水面に出た葉は水をかぶらないよう、表面に水を引く仕組みがある。また、葉や茎に浮き袋を形成して水面に浮くようになっているものもある。植物体が完全に水中にある沈水性の水草は、それほど多くない。分類群としては、単子養植物のイバラモカ、ヒルムシロカなど、総子葉植物のマツモカやアリノトウグサカなど、それほど 多くない数の歯科に集中する。不要性植物などであっても、芽生え頃には、すぐには葉を水面に出せない場合がある。そのため、本来の葉とは、やや異なった水中葉を持つものがある。場合によっては、この水中葉で過ごす時間が長いことも、あり、逆に、気中葉をあまり出さないものもある。沈水性植物の場合、根が皆底にあると、水面が遠くなってしまう。 長い茎に葉をつける形の水草の場合、長く伸びて水面近くに塊をなして生育することがよく見られる。根を失い水中を漂う形になるものもある。花を水中で咲かせるものはごく少なく、イバラモか、川ごけ草かや松もなどがあるのみである。ほとんどのものは茎を伸ばして水面か水上に花をつける。花粉が 水面に浮かんで散布されるものもある。また、茎を伸ばして水面に花を咲かせるものでは、果実になると茎が縮み、種子を水中に散布するような適応をしたものが見受けられる。川ごけ草花の一部の種は茎や根の区別を失い、一部の苔類に見られるような養状体になっている。根が皆底についていて、葉を水面に浮かべる植物で、身近なところでは、 水蓮が良い例である。根を皆底に這わせ、長い傭兵を伸ばして葉を水面に出す。または、純菜や、昼むしろのように、水底から茎を伸ばし、水面近くで葉を出して水面に浮かべる、形のものもある。花は水面に浮かべるものが多い。代表的なのは、水蓮などを含む、水蓮科、浅座などを含む、蜜芳和科、昼むしろなどを含む、昼むしろ科などである。 水面に植物体が浮かんでいて、根が皆底についていない植物もある。ただし、その種類は限られ、浮草科のもの以外には、ホテイアオイやボタン浮草、水性シダ類の赤浮草、山椒も、苔植物の胃腸浮き苔などが挙げられる。これらの植物では歯には浮き袋があるなど、不要性植物以上に水面に出やすい仕組みを持ち、根は水中に下がって、葉とのバランスをとっている。 植物体が固定されていないことから、洪水などの際には流される危険が高い。それを補うかのように、旺盛な繁殖力を持つものが多い。根が水中にあり、茎や葉を伸ばして水面上に出る植物を中水性という。高骨類、水田類では、不要性のものと中水性のものがあり、はじめは不要性で、よく育つと中水性になるものもある。その他ハず、 昔は、水蓮化とされたが、系統が全く異なるとされ、現在は、ハスかとすることが多いなど、カヤツリやリり草かや稲かには、中水性で、背の高くなるものがあり、川や池などの水辺を広く覆うことが多い。根元が水に浸るところに生育する植物である。水位が上がる時以外はほとんど水に浸からない植物である。根が水面下に入るので、根への通気の仕組みや、 呼吸根を持つものがある。それ以外は、陸上の植物とさほど変わらない。ここまで揚げた形の水草に比べると、多くの分類群に例がある。沼杉や藩の木など、樹木にもこれに当たるものがある。日本を含む東アジアでは、加え、おもだかの改良種や、レンコンやひしの実などを食用とする。東南アジアでは四足さの仲間をハーブとして、料理に使用する。 園芸やアクアリウム用として観賞用に栽培される水草もある。園芸用や野外アクアリウムには、蓮や水蓮など不要性のもの、詐欺草、あやめ、かツバタ、た、花しょうぶ、イグサ、パピルスといった湿地性、中水性のものが使われる。このような水草栽培をビオトープという例も見られるが、本来の意味では雇用である。該当項目を参照されたい。 質な薬アリウム用には沈水性のもの以外に、本来は、不氷性や、中水性で生活する水草を水中化、潤化させたり、水中用にして育成したりしたものが多く使われる。主なものでは、エキノドルスや、サジタリアなど、オモダカカ、アヌビアスや、クリプトコリネなど、サトイモカ、ミクロソリウムや、ボルビディスなど、水生シだ、カボンマや、キクモ、ロタラ、 キカシグサやハイグロフィラなど有形層、ビローモスなど水生コケが使われる。熱帯水霊やコウなどの水中用を楽しむ場合もある。なお、干渉用の水草では赤色の目立つ種類は栽培が困難な傾向がある。故障に生育する水草には岸から沖に向かって水深に対応した体上分布が見られることがよくある。岸の水辺付近がなだらかであれば、 湿地性の植物が生える。水が溜まるあたりから次第に中水性で背が高くなるものが生え、ある程度の深さまでを占有する。中水性のものが入れない深さになると水面を不要性の水草が占め、それらの隙間から沈水性の水草が顔を見せる。不要性の植物でも届かない深さでは水草はほとんど見られないが、推定には 車軸藻類の生育が見られる場合もある。車軸藻類も水深による体上分布を示すという。なお、浮遊性の水草は大きな水面では風によって流されてしまい、生育できない場合が多い。多くの場合、中水性の水草の生育区域で、その茎の隙間の水面に出るか、沈水性や不遊性の植物が水面に反応して、 水面の水の流れが滞ったところに出現することが多い。現在、日本産の水草には絶滅危惧種として取り上げられるものが非常に多い。これにはいくつかの理由が考えられる。一つは、特に平地での水辺環境が近年非常に激しく変わったことが登られる。観賞用に持ち込まれた海外の水草が国内で増殖する例が多い。代表的なのは、 ホテイアオイ、ボタンウキクサ、オオカナダモ、コカナダモ、オオフサモなどである。ホテイアオイは、世界中の熱帯、亜熱帯で大増殖をして問題になっている。国内では、オオカナダモ、コカナダモが、人里近くの、やや汚れた水域で大増殖をするのがよく見かけられる。そのため、本来そのような場所に生育していたクロモや、マツモなどの沈水性の水草が生育場所を追われた。 形で、ほとんど見かけなくなってしまった。水の中は、植物の種類も少なく、競争も、意外に激しいようで、その減り方は陸生の植物より激しい。にもかかわらず、海外の水草を持ち込み、野外に放棄するものは後を絶たない。その他、水質浄化用として、固定青を利用する例、合いが物の方において、雑草だけでは栄養が足らないといって、 海外産の赤浮草を栽培する例などがある。特に後者二つの例などは、環境に配慮してのことと言われるだけに、より広い視点での配慮を求めたいものである。環境省、農林水産省により2005年6月以降、2種類の外来性の水草が輸入禁止とされた。また、2006年2月にはさらに一種が追加された。詳細は以下、 2005年6月及び2006年2月に施行された外来生物法により、以下の水草は特定外来生物とされ、日本への持ち込みが禁止されている。同様に、以下の水草は未判定外来生物とされ、日本への持ち込みが制限されている。外来生物法施行以後、特定外来、未判定外来生物の禁止種は、 輸入に際してそれが該当する種そのものでないことを証明することが義務付けられた。例えばチドメグサ族は従来ならすべてチドメグサの一種と申告すれば輸入できたが現在では特定外来生物のブラジルチドメグサではないことを証明できなければ輸できない。すなわち輸入の際に植物貿易所、ついで税関に提出する植物証明書上に アマゾンチドメグサ等の具体的な種類名が記載されていなければならない。なお、貨物が日本に到着してしまっているにもかかわらず、どうしても外来生物法の該当種でないことが証明できない場合は国の指定施設で廃棄処分するか元の輸出国へ自費で送り返すかのにを迫られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。